はい、皆さんこんにちは、フラワーディスシンです。今月号の How to Do は見物を入れたアレンジメントを紹介していきます。ただ普通の見物を入れたアレンジメントではないんです。アクシデントを利用した素敵な作品に仕上げていきます。よくあるね、アクシデントなんですけれども、まあそのね、アクシデントがどんなものなのか、そこから見ていきましょう。ではね、早速行ってみましょう。どうぞ。はい、こちらがアクシデントが起きてしまった見物ですね。これね、アダンの実なんですよ。最初はこうなってんですよ。それが、これね、だんだんね、こうやってボロボロね、落ちてきちゃうんですよね、実がね。それで、こうなっちゃうともう売り物にもならなくなってしまうので、まあ、捨てちゃうっていうか廃棄処分になっちゃうことが多いんですけれども、実がこのようにボロボロ落ちてくるんです。今回も僕はね、このアダンの実を入れて普通にこうアレンジを作っていこうとしたんですが、撮影の前になったらまあこういう状態になってしまった。なのでちょっとこのね、ここただね、これ取れた、実が取れたこの部分がすごくこう面白いので、今回はここにアレンジをしていこうと思います。では早速始めていきましょう。実がこうボロボロ落ちるときってだいたいここのところがこう腐ってくるんですよね。なのでまずこの部分をね、ナイフでカットしていきます。なんか普通にこれうまそうだな、これ。え、食えんの？お腹壊すとまずい。はい、こういう状態になりました。ではね、ここにフォームをセットしていきます。はい、フォームのセットが終わりました。今回のアレンジメントはこのアダンがそんなに持たないとは思います。なのでちょっとこういうのはね、サプライズ的に料理のこう添え物にするとか、あとはですね、なんだろうな、もう本当にこうその瞬間をサプライズで驚かせるようなアレンジメントの使い方でいくといいですね。なんか長期間こう飾っておく場合はこういうのをお勧めしません。はい、ではまず最初にこちらのティアモというね、バラを入れていきます。まあ、EXILE の歌にもありましたね、あのティアモです。テレテテ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 レレレテテはい、こういうアレンジをするのに注意点なんですけど、ここには入れたバラのここの位置ですね、これがこうアダンの実の元の実のサイズから出ないようにしてください。出るとね、全然面白くなくなっちゃうんで、なんかこう取れちゃった部分を再現するみたいな感じにすると面白いです。